はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨツキチャンネルオープンシのピヨトです。さあ今回もスプラトゥーン3ヒーローモードやっていきたいと思います。今回はね、まあ第3エリアの長生きヤングニュータウンを頑張ってね全クリしていきたいなという感じ。まだやっていない土管じゃない、夜間がこんなところに一つ残っていたので、こちらをまずクリアしていきたいと思います。このね、反応ありっていうのはどういうことなんですかね。風船なのかな、これは。ここと多分ここにちょっと残ってるんですよね。ここのカーソルが今あるあたりの2つですかね。なのでそこをどうかやっていきたいところ。さあまずはここのステージをクリアして、その後風船系をやっていきましょう。時代に流されない特別をいつも大切にしたい。的を全て破壊しましょう。さあ、まあメイン武器っていうか使う武器としてはバケスロ、パブロ、バリアブルローラーで、おすすめにパブロが出てますね。じゃあパブロでおすすめのまま行きましょう。シャカ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 、パブロですね。さあ行きましょう。的を全部壊せというお達しなのでね、制限時間はない。何この曲、うわすごい、なんかテンション上がる。てってけてってけてってけ、ぬりぬり棒に巻き込まれないよ。あ、これもしかしなくても、ここ越えた瞬間そのぬりぬり棒が出てくるパーティーンじゃないですか。さあやれる限り塗っておくべき。あ、そうか、ボムが使えないのか。前にあるのはあれなんだ。行きましょう。せい、センサー反応あり。はっはっはっ、後ろは、あれ、あ、違う、これ床が動くことによって来てる。やめんか。まずはここで、あ、ずいぶん余裕ありますね。まあでも余裕ぶっこいてるとやられるのがの取れない。初めに取っちゃいけないやつだこれ。初めに壊してはいけないやつでしたね今。やばい、これ硬いやつか。ほっ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 ほいほい、残り3個、勝った。いけ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 、あー、インクが、待って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 、危ない危ない危ねえ、こーわ、いや、こーわ、ギリギリ、最後あんな硬いとは思わなかったっすね。いやいやいや、線切ったよ今。さあということで、時代に流されない特別をいつも大切にしたい。特別なパブ、特別なね、パブロ大事にしていきたいっすね。ってことで風船やっていきましょう。今回はね、前回の反省に加えて、全てのね、ケバインクプラス、濡れる範囲のね、場所を大体塗っておきました。なのでインク補給も異界移動も余裕を持ってね、できるという状態です。頑張りますよ。さあ行くぜ。次こっち、はっはっ、次はこっち、こっち、こう、待って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 、危ない、こっちだ、ほっほっほっ、やばいやばいやばい、これここ、一個に、あ、飛んでいかないで、飛んでっちゃった、あー、くそ、ノーミスで行きたかったな。とりあえずリベンジザマッチなんすけど、やばーくない、飛んでかないで、よく間に合ったギリギリ、いや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 、ギリギリすぎましたよ今。よし、流れで最後の一歩に関しては小ジャケちゃんをぶつけておくと余裕ができそうですね。ここ、ほい、止まります、ほい、よいしょ。さあどこに行ったっけ最後、またか、ほい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 、こっち、ほっ、カン、やばい、こじゃけちゃん間に合った
よっしゃ、最後のこじゃけちゃん危なー。深く差し去るサメサヤは三つ国色のもののふも、跳ね返す太刀なく海の雪、哀れ儚き村雨の浮世の塵に傘差して。あー、なんかなんだろう、俳句みたいな。深く差したるサメサヤは万角色のもののふも、返す太刀なく海の雪、哀れ儚き村雨の浮世の塵に傘差してみたいな。なんだろうね。お、50いきましたね。強化ポイントは上限あるのかな。まあ上限あってもなくても、そもそもイリコニウムがないとできないんですけどね。ちなみになんですけど、あそこにね、もう一個風船浮いてるんですよ。なのでそこの風船もね、やっていきたいと思います。どうやって出てくるんですかね。まあ簡単に考えると、ここを飛ぶのと一緒に射撃せってことなんだろうけど。よいしょ、よし。え、そこ、あっぶねあっぶね。ちょ、唯一塗ってない場所あたりに来ないでください。どこどこどこ、ここここここ、塗ってありますから。あっこじゃけちゃん便利。どこ行った、どこ行った、ここか。こじゃけちゃん便利だなよー、よくさっきの間に合ったな。うわ、全国ツアーさせる気ー。こじゃけん いや、もう本当に全国ツアーさせる気じゃん。ほい、よいしょい、ほいっと、こーこったーいし、まだ出んの。ほい、よっしゃい、元の位置に戻ってきましたね。これに関しては一回でクリアか。さあ、沖縄総流秘伝ウツボ槍術、一の舞、さみだれのごとく血を濡らす、血は喜び海ぶどうが咲き誇る。二の舞、渦を起こし磯の風を呼ぶ、風は民の心を晩からへ誘う。終の舞、終わりの舞かな、終の舞、百のウツボにて天をかきり、南隊の戦士を約束の地へと導く。へえ、南隊って南隊動物ってことか。ウツボって魚類じゃねえの。さすがに南隊っていう南と隊で分けるわけはないもんな。南は別に魚介じゃねえしっていう。まあとりあえずあれですね、ウツホちゃんが使ってるのはこれか。うん、沖縄潮流っていう名前でよかった。沖縄って音読みで何でしたっけ。ローでしたっけ、老海とかのロー、なんだっけな。まあとりあえず3ステージ目は全クリですね。ここのところこう見るとさ、2の方すごい空いてるんですよね。まあまあまあ、3の方はね、風船前回取れなかったのすごい悔しかったんでね、あえて頑張りましたけど、まあこれに関してはね、どうせ全クリしないと解放されないコンテンツが出てくるでしょう。またね、終わったらボスとかを倒してきたらね、行きましょう。第4ステージ行きましょう。お、プハー、なんか息止めちゃってた。そもそもお前らは何呼吸なのいやー、この光景いいですよね。見てて楽しい。埋め立てドリームランド、なんか出来立てみたいな言い方されましてもな。埋め立てってだやばくね、なんか散らかってる感じだね。うん、高台に強い反応あり、確認されたし、風船が飛んでる。じいちゃんかな、サンゴ行ってみよう。もうさ、じいちゃんかなっていうさ、じいちゃん対する甘さよな。さーて、あの風船はどこに飛んでった。あー、ダメっぽいですね。こじゃけくん、どこ、こっちか。へーい、おいしい、おいしいいくらでございます。え、そっち行くの予想外の方向にビビるけど。おーおーおー、なんかここは解放したらありそうだな。よいしょ、なんかあるかな。ほいった。なんで今曲がったの。行ってこー。ほい。おーおーおお、なにあれ。へい。おーおー、あ、
うわー、これはここより先に行かせたいんだろうけどな。割れちゃうよね。まあとりあえずなんか手頃な近くにあったヤーカンから行きましょう。よいしょ。 OK、 置物ですね。おー、かっこいい潜水艦だ。そもそも人間とかが今は絶滅した世界線のはずなんだけどな、潜水艦って誰が作ってんの。さあ行きましょう。私という歴史を刻む和の空間。和なの、こじゃけちゃん自殺してったこじゃけちゃんが見えたんだが、とりあえずまあ核破壊しておきましょう。あ、まだか、まだ残ってますね。よいしょ、こらしょ。100っていうのは美味しいですね。よい、狙いづら。ここ、あら、ほい、 OK、 これで動きやすく。おー、イリコニウム、やったー。で、今さらですけどさ、潜水艦の中に物が埋まってるってやばくね。よいしょ。なんで今落としたんだ。まあとりあえず行きましょう。私という歴史を刻む和の空間。ワイパーを使ってゴールしましょうということなので、ワイパー、ドライブワイパー、ちょっとアイコン見てなかったですけど、何ワイパー。お、ジムワイパー、カーリングボム、行きましょうか。ジムワイパーはね、最近マッチの方で使ったのでね、ちょっと使用経験はあるぞよ。ワイパークイックキル、ジムワイパー、ため切り、切り捨てごめん、切り捨てごめん、せい、わお、イカです、どうもイカです、ため切りです、強い、開けよ、はあ、はあ、な、なんだ、今何に防がれた。前に出て1級、強い。なんかもうすでに紫色塗られてるのが見えるんですけど、ガバッ、フッ、くっ、当たらねえ。お前はもう少し危機管理意識を持て。さて、なんですかね、カーリングボムの使いどころが全くないんですよ。うわー、はいはいはい、お前さんもいるよな。っと、オッケー、硬い箱ですね。はい、おお、ため切りでこんなに、あんなに硬い箱がこんな一撃で。使用者の声を聞いてみましょう。いやー、ため切りを使うことによって世界が変わりましたよ。これはぜひ皆さんにもおすすめしたいことですね。あー、いしょっと、ブー、わー、これはなんじゃいな、ふぅ、バーンバーン。今の何、敵のさ名前を教えてくれよ。タコトルーパーみたいなさ、なんだろうあれは、ハンペンルーパーみたいな。お、クリーナーくんじゃん。僕個人的にクリーナーくん好きですよ。けなげじゃん。ほら、餌だよ。まあ正直うざい時はうざいですけどね。よいしょ、あ、登れねえ。もうちょい頑張ればこれクリーナーくん使わなくても登れるんじゃね。ふっ、あ、いけたわ。いけちゃったよ、ごめんね。ちょっと餌あげるから勘弁してちょ。餌ダバーっと。ここら辺のさ、ちょっとした角見たくなりますよね。よし、行きましょう。さーて、ヘイ。楽しい。さて、インクの消費量はね、まあまあ高いので、そこだけは気をつけていきまーす。高みの見物してんじゃねえですぜ。はいはい、オッケー、降りてきたな。さーてと、じゃあ塗っておきます。
カーリングモモを先行させます。開きます。お前誰じゃい。ふふふふ、イエーイ。できれば倒したかったっすけどね。よし、おいしいおいしいですと。これは当たり外れあったのかな。もし両方ともそうだったらさ、表紙なんか見えるぞ、なんか見えるぞ、隙間からちょっとオレンジ色の何かが見えるぞ。ああ、よかった、箱か。さっきのあれ、あいつの光かと思ったよ。じゃあチェックポイント、貯めておくと良さそうですね。貯めます。開きます。うわ、めっちゃ開いたじゃん。はい、しょい、はい、よし。まあ、敵は動かないですからね、楽楽。え、どうなってんのこのステージ。うわあ、お、何出た、あれアーマーか。あ、あそこに壁か。よし、じゃあ行きましょう。おっちゃっと、危険な香りがする。アーマー置いてありますね。これ取った瞬間なんか出てきたりしない？お、出てこないか。なんかこう荒いのかさ、奥ちょっと見えんだよね。ドアの隙間から。行くよ。何あれ。おお、タコゾネスだ。くそ、アーマーがなかったら死んでたな。うっしゃい。へえ、がっつりあんな人型の感じで出てくるんですね。武器的には何ですかね、あれは。スプラッシューターみたいな感じか。若葉よりかはちゃんと飛んでましたし、シューターっぽいですね。よいしょっと。よいしょ。ということで、クリア。まあ、ワイパー自体は楽しい感じでしたね。余裕クリアです。まあ、タコゾネスちょっと苦労した気もしますけどね。これ、主人公タコでやってたらどうすんだこれ。最初タコとイカで使いましたけどさ。開幕鮭、小鮭くんが死んでく。おー、びっくりした。え、びっくりした。お前普通にいるなよ。怖っ。めちゃくちゃ今びっくりした。怖っ。さっき拾ったイクラサンゴに、ああ、ありがとう。マジでびっくりした。おい、マジビビらせんなよ。ああ。びっくりした。いや、絶対さ、向こうからすると、ビビらせる意図はないんだよ。もう、絶対にね、見つけたイクラを、あげようっていう純粋な気持ちなんだろうけど、ごめんね。めちゃくちゃびっくりしたからさ。しばらくその格好でいといて。さあ、ということで、今回はここまでといたしましょう。今回は、まあ、2ステージと、あとはまあ、風船2つ。そして、この人。もう黄色くて名前忘れちゃったし。ホタルとアオリのね、名前がごっちゃごちゃになっちゃうんですよね。ホタルちゃん、アオリちゃんの。まあ、ということでね。1をやってないから名前がごちゃごちゃになるのも仕方ないとしてもらって、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回はね、まあまたクリアしていないところクリアしていきたいとは思いますので、応援よろしくお願いいたします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。